はい、それでは今回は、小林さんですね、小林という、お名前を学んでまいります、左右対称の単純な字形ですので難しいと思います、左右対称といっても林という字などはかなり実際には対称形ではないんですけれども、一応、見た感じでは対称形ということで、どのようにしてですね、メリハリをつけて字を美しく、言ってみればかっこよく見せるかということになるわけですけれども、その辺のポイントをですね、お話しできればと思います。それでは書きながらですねお話ししたいと思います。まずその小さいという字ですけれども書き方はいくつかあるんですが、私は少し行書風に書いています。こう書いてこう来てあまり長くしないでですね、それでそうですね、これこういうふうにしてこうこう書く書き方があるわけですけど、これは楷書風の書き方ですね。少し柔らかく見せるためにはこれを払わずにですね、少しこういう感じで書くと、もう一度書きます。こういう感じですね、ちょっと大きく書きますとこう書いてこう書いてこういう感じですね、ここからここにこう気脈ですね、気持ちがつながってくる気脈、孟子で書く場合にはこの気脈が大変大事です、ここもそうなんですけど、ここを跳ねてきてこう行ってこう入ってこう、こう行ってこう行ってこう行くような動きですね、こう流れが感じられるということが大切なわけです。それから形の取り方としては少しここ下を船底にした方がいいと思います。揃えても悪くはないんでしょうけれども、ちょっとこう浮かせた方が、軽い感じがします。下をこう揃えてしまうと重い感じがしますね。こう揃えてしまうと、ですからこれ少し上に上げてあげるということが大事ではないかと思います。子という字はそんな感じですね。それから林という字ですね、これはダメな例を先にお話しておきますけれども、木を二つ書くっていうのは良くないです、こう書いて木をこう木をこうこういうふうに、こういうふうに書いてしまうと、横にこう広がってしまってですね、ダメですね。木を二つ書くのではなくて、木片ですね。木片。木片に、木を書く。木片に木を書く。いう気持ちですね。木片に木を書く。書いてみます。まず木片ですから こうです。これで木片です。それで右側に木を書くと、右側にしっかり木を書くと、はい、これで木片に木を書いてる、木片に木を書いている感じになります。ここでやめておいて、木片がここで収まっていて、
それでここに、木という字を書いている。木偏に木を書く。という意識で書けば、こういう形になると思います。これは、まあ、村という字なんかもそうなんですが、こう書いて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 、木偏にこの寸という字を書く。木偏に寸という字を書くということですね。単に木と寸を並べて書くというのではなくて、あくまでも偏ですから、偏。偏は、まあ、脇役ですから、ちょっと控えてもらうということが大切ですね。その辺を意識して書いていただければよろしいかと思います。もう一度ポイントをお話しします。ここからこういう木脈、ね、それからこれをこういう形にすると。それから全体がこういう形になりますけれども、この木偏ですね。で、この木という字をしっかり書く。いうことですね。その辺が小林という字を書く上でのポイントになるのではないかと思います。ぜひ、参考にして練習していただければと思います。以上です。